はい、こんばんは。これ高校2年生の生徒に質問された問題です。2013年第2回前頭模試の数学です。ちょっと見づらいかな、大丈夫かな。ちょっと問題読むと、4つの地点 ABCD を図のように線分で結んだ道があり、それぞれ矢印の向きにしか進め、矢印ってこうですね、この向きにしか進めないものとすると、道 ABCDC をそれぞれ R1、R2、R3、R4、R5 とすると。で、R1、R2、R3、R4、R5 はそれぞれ独立に3分の2の確率で通行可能となり、3分の1の確率で通行止めとなると。で、A から R1、R2 を通って C へ至る経路、これがルート1と。で、R3 を取るのがルート2。で、R4、R5 を取るのがルート3と。ですね。というのはここに書いてます。で、問1。ルート1が通行可能となる確率を求めなさい。2番、ルート1またはルート2が通行可能となる確率を求めなさい。3、A から C まで行くことができる確率を求めなさい。4番、これが難しくて、A から C まで行くことができるとき、R1 または R2 が通行可能である確率を求めなさいと。だからこれ、条件付き確率ですね。これこれの時ってことです。これ3番の回答を分母にして、R1 または R2 が通行可能である確率を求めなさいと。ちょっと4番の考え方が難しかったかなと思うんですけども、まあとりあえずこれは1、2、3ができるのが目標でいいと思います。いいですかね。はい。ちょっと待ってください。これ、電池が切れそう。ちょっと待ってください。電池が切れそうなので、ちょっと待ってくださいよ。お、危ない危ない。 OK です。ごめんなさい。じゃあ行きます。危ない危ない。充電ができてなかった。もうすぐでこれ切れるとこだって。で、いきます。1番。ルート1が通行可能になる確率だから、これは3分の2、3分の2、つまり、これが3分の2確率で通ると。これが3分の2の確率で通るって条件に書いてますので、じゃあ3分の2かけ3分の2で9分の4ですね。で、次、問いの2。何だっけ。ルート1またはルート2が通行可能。じゃあ、これね、ルート1が通行不可能の場合と、ルート2が通行不可能の場合出しますよ。じゃあ、ルート1が通行不可能はこれの余事象、ルート2が通行不可能はこれの余事象ですね。つまり、9分の4、あ、9分の5って3分の1になります。で、ルート1かつルート2が両とも通行不可能になる確率が27分の5ですね。じゃあ、これを全体から引いちゃえば、少なくともルート1、またはルート2は通りますよね。って考えればいいです。よろしいでしょうか。じゃあ回答は1から27分の5を引いて27分の22。これだったらルート1またはルート2がどっちか使えます。で、3番。じゃあこれも一緒なんですけども、ルート1は通行不可能は9分の4ですね。1から9分の4引いて。で、ルート2は、じゃあ3分の、あ、1から3分の2を引いちゃえばいいから、3分の1ですね。で、ルート3が1から9分の4を引いて9分の5。それぞれ、ルート1がこれがこの確率で不可能、通行不可能。ルート2がこの確率で不可能。ルート3がこの確率で不可能と。よって、ルート1もルート2もルート3も通行不可能なのが計算したらこうなります。これを全体から引いてくれれば、少なくともルート1、またはルート2、またはルート3、どれかが通行できると。という確率が出ます。答えは243分の218と。いいですか。で、あと次がね、ちょっと考え方わかるかな、今から言うことが。R1 と R2 が共に通行、問題はその R1 または R2 が通行可能って書いてあるから、R1 と R2 が共に通行不可能なのは3分の1かけ3分の1で9分の1ですね。で、まあこれはちょっと答案関係ないですけども、つまり、
1から9分の1引いて9分の8が R1 または R2 が通行可能だよと。でもこれちょっとこれ使わないです。じゃあ通行不可能なのは9分の1ですね。で今度またルート2またルート3が今度通行可能、通行可能となる確率は、2番の回答と一緒ですね。2番括弧2番の回答ルート1ルート2だけどルート2ルート3は結局一緒だから、2番の回答の27分の22と。じゃあ結局どうなるかっていうと、これ条件付き確率なんで、さっきの3番の回答が分母にきます。つまり A から C まで行くことができるやつのうち R1 または R2 が通行可能っていうんだから、これとこれは3番の回答ですよ。で分母はそれでいいんだけど、分子はですね、そうさっきの3番の回答から、つまりルート1またはルート2またはルート3が使えるやつから何を引くかっていうと、これっていうのはルート2またはルート3が通行可能ですね。これはR1 かつ R2 が通行できないと、 R1、R2 が共に通行できないってやつを、ルート2またはルート3が通行できるってやつから引いちゃえばいいです。3番の回答からこれを引いちゃえばいいです。ちょっとこれ考え方難しいですね。これ間違ってね、1からこれを引いたらおかしい。これ分子がねでかくなるんですよ、1から。だから1から引かないけどね、間違えて 1からなんかこれを引いちゃう形にはしないでくださいね。じゃあ、これ回答はあと計算してくれればいいんです。109分の98、109分の98となります。よろしいでしょうか。はい、じゃあ以上です。